どうもクーリンです。本日は東京ドリームスの活動をお届けいたします。このチームは軟式最大のオープン大会ゼビオドリームカップの企画で生まれたチームです。チームに所属していないプレイヤーが個人エントリーで選抜チームを作り大会に参加するこの企画。今大会東京の選抜チームはクーニンがアンバサダーとしてチームを指揮します。ここで軟式野球の大会についてのおさらいですが、軟式の大会には連盟主催の試合とそれ以外が主催の大会があります。連盟は最高峰が天皇杯で企業チームなどがひしめき合う軟式最高レベルの大会です。かたやオープン大会は企業チームも参加しますが、個性的なクラブチームが多数参加する大会で、その中でもゼビオドリームカップは他の大会に比べてエントリーチーム数が多い大会、つまりは軟式最大のオープン大会、それがゼビオドリームカップ。東京ドリームスはこの日が初戦となっており、野球がしたい思いに駆られてエントリーしてきたメンバーたちと戦いました。その中にはクーニンズにも所属する幹事も参加しております。幹事はクーニンズ入団前からこの企画にエントリーしており、今大会は東京ドリームス側で参戦しています。さあ、そんなドリームスですが、先発のサイ君が初回好投を見せます。120キロ後半のまっすぐに変化球を織り交ぜ、初回無失点ピッチング。そしてその裏、東京ドリームスの攻撃。今日のお相手は LT スラッガーズさん、先発はサウスポー投手でした。初回幹事の1打席目、フォアボールで出塁します。その後は押し出しなどで先制した東京ドリームス。続く2回、LT スラッガーズの4番バッターが打席に入ります。まっすぐを捉えた、完璧な当たり、完璧な角度、打った瞬間ホームランと分かる完璧な当たりでした。この4番バッターのお方、お名前聞き忘れましたが、京都外大西出身だそうです。とんでもない一発が飛び出て、一気に相手チームに流れが傾きかける。しかしその後もランナーを許しながらも、なんとか抑えた斎君、味方の反撃を待ちます。するとその裏、打線が粘りっこく出塁をし、チャンスを拡大していきます。ランナー3塁のチャンスを作り、幹事、クーニンズでは打率4割を超える。その幹事が東京ドリームスでもライト前ヒット、綺麗な一本を放ちました。タイムリーヒットで突き放します。さらには連盟の全国大会高松の宮支配にも出場したことがある坂本選手、低めのボールを捉えました。弾丸ライナーで突き刺さるホームラン。ダキャラの坂本選手がこの日も打ちました。練習試合でも打ちまくった坂本選手が公式戦でも一発でチームに追加点をもたらします。その後も打線がつながる東京ドリームス、ヒットやフォアボールでランナーをため、毎年個人エントリーしている平野選手にもタイムリーが生まれる。その後は継投に入ったドリームス、2番手は41歳の赤羽投手。クーニンよりも年上ですがスタミナ抜群、この試合の前日も5イニングを投げたそうです。しかしながらこの日はやや制球乱れ、2アウト満塁のピンチを作ります。ここで迎えるは先ほどホームランの京都外大西 OB の4番バッター。一発出れば相手チームに流れがいってしまう。
変化球を打ち上げました。レフトフライに抑え、なんとかピンチ脱出の赤羽投手。最終回は桃山学院高校野球部出身の津田投手にスイッチ。今年30歳の津田投手、気温30度を超える猛暑の中、打者を打ち取っていきます。投手陣を引っ張るのは19歳柴田君、昨年の甲子園ボーイ。若手とベテランが融合したチーム、東京ドリームスは見事初戦を突破しました。次戦は8月17日。なおこの試合は日曜日に行われましたが、クーリンズは活動お休み。前日に桑田カップ関東大会を戦ったクーリンズには珍しく土曜日活動でした。最後にクーリンズ初期面のオフショット。クーリンズ9年目8年目9年目です。僕初期メンバーなんで。男のやっぱロマンじゃないですか、家。まあ買いたいですね。目標にしてるやつを。まあ家は、まあ理想は都内ですよね。欲しいときはやっぱロレックスですね、サブマリーナ。車はやっぱりベンツの G クラス、ゲレンデ。あとまあいい革靴とかいいカバンとか。まだ社会人なんで、その辺を身につけられるようにしたいですね。クーリンズメンバー若手、欲にまみれてます。いやいやいや、もう若手じゃないじゃない。俺はもうお前らと野球できれば満足よ。急にめっちゃかっこいい。急にまあ2、3週間ぐらいね空いてたから。ピッチャーがね、やっぱ野球は大事だから。職員さんも変わりましたもんね。国士の風人から温存の風人に。野村監督の発想からあのロバーツ監督の発想って。もうお前と心中やーって一旦だけ使ってたのがもうロバーツ監督の気持ちすごい分かるもん今。気づいたらもうええー、てもうええー、てそうまあ、それが野手は酷使してますけどね。皆さん頑張ってくださいね。よっしゃ。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なしの仕掛け多分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。